の依頼です。オールドアバロンのアリーナに出現した正体不明の AC を排除してください。目標は最近地上の各地に出没、米軍を襲撃して次々と破壊している AC です。目的は不明ですが、相当な腕を持つことは確かです。トップランクの米軍を2名向かわせましたが、信じがたいことに苦戦を強いられています。現地で合流し、共同で目標を排除してください。このまま目標を放置することは我々コンコードの信頼に関わります。確実に遂行してください。戦闘システム起動。敵機体のデータ照合を開始。旧式の AC のようです。嫌な予感がします。気をつけて。存在する我々の拠点の一つが監督局の捜索を受けている。もし拠点を知られれば面倒な事態になる。速やかな処理が必要だ。こちらの正確な位置までは把握していないらしく、現在は同地区の廃棄ブロックをしらみつぶしに当たっているようだ。こちらが確認したところ、敵は調査部隊のみで大した戦力ではないが、我々が出ていくことは拠点の存在を知らせるようなものだ。レイブンに頼むのが無難だと判断した。監督局の調査部隊を掃討してほしい。では検討を祈る。戦闘システム起動。敵側が救援信号を発しています。注意して。はい。
解除。